A が0の時 Y イコール X の3乗プラス16ですから、グラフは Y イコール X の3乗を上に16平行移動した曲線です。 A がマイナスの時 Y イコール X の3乗マイナス 6AX プラス16ですから、グラフは Y イコール X の3乗マイナス 6AX を上に16平行移動した曲線です。微分するとそれぞれ Y' イコール 3X の2乗、Y' イコール 3X の2乗マイナス 6A となります。 A がマイナスの時マイナス 6A だけ曲線の傾きが大きくなります。マイナス 6A はプラスです。よって A は丸0 E は丸1です。fx を微分して極大極小となる x 座標を求めます。極小値は f ルート 2a です。極大値は f マイナスルート 2a です。よって p の範囲はその間です。うは丸3、えは丸2です。p の値から r はルート 2a の2分の1乗です。くは2です。曲線と直線とが共有点を持つので、1行目そして2行目の式が成り立ちます。またR で曲線に直線が接するので4行目そして5行目の式が成り立ちます。2行目5行目の定数項に着目しておかきが決まります。おはマイナス、かは2、きは2です。A がマイナスの時グラフの形は一つ、 N は1だけです。 A が0の時グラフの形は一つ、 N は1だけです。よって A がマイナスならば N イコール1が正しいとなります。 A がプラスの時グラフの形は3通りあります。 N が3となるのは A がプラスの時だけです。よって N イコール3ならば A がプラスが正しいとなります。したがって丸1丸4を選びます。2つの曲線が交わるので2行目の式が成り立ちます。因数分解をして x 座標は b2b となります。2つの曲線のグラフを書きます。2つの曲線とも x の3乗の係数が1なので形は同じです。2つの曲線の交点が B、
2b です。また x が0で c1 は 3b の2乗、 c2 は b の2乗です。よってグラフが決まります。交点の x 座標を α、β と置くと α が b、β が 2b です。差が b、指数が 2b です。S の面積は C2 マイナス C1 を定積分した値です。T の面積は C1 マイナス C2 を定積分した値です。背は丸2、素は丸1です。U を2つの曲線の下にある共通な図形とします。U プラス S はC2 をアルファから T まで定積分した値です。U プラス T は C1 をアルファから T まで定積分した値です。S マイナス T を作ると、他は HX マイナス GX、つまり丸2です。HX マイナス GX を計算します。アルファに B を代入し、S マイナス T を計算します。計算すると、チツテトナニヌとなります。S イコール T、つまり S マイナス T イコール0です。2行目の式ができます。因数定理を使って因数分解をします。5行目の式ができます。t イコール b は図よりできません。よって t イコール2分の 5b となります。ねのは5、2です。